のね、エスペランサの緑をね、いただきます。うまい、シュワシュワ。ライム正解です。ちょっと甘みも、甘みもあって、あれはライムとキウイを、キウイか、あ、この実はキウイ、はい、なるほど。ちょっと食感にプルプルのゼリーをグリーン、あー確かにプルプルの入ってました。うまい、もうこの時期の暑さにぴったしなグリーンですね。で、これが買ったら、はい、あ、もう確定でもらえるんですか。はい、確定で。やったじゃん。なるほど、これがリュージーズ。リュージーズです、はい。お、コーヒー入ってる。その通りです。さすがです。え、炭酸コーヒー。炭酸コーヒー、すっごい初めて飲んだ。あ、結構合うっすね、意外と。で、これがレモンスティラー。レモンスティラーズ、バスケ部ですね。じゃあ、いただいてみます。なんかこれ上にこれ飾ったこれミントっす。ミントっす。いや、あのスウェンさんが大丈夫。あ、なるほど。またなんかゼリーが入ってる。人としてちょっとずつゼリーが実は入ってる。コーヒーはでも入ってない。ちょっとだよね。ちょっとか。レモンと水出しのアイスコーヒーと蜂蜜レモネードのエフ。うわ、おしゃれ。あ、でもそう言われてみれば全部の味あったわ、ちゃんと。さあ、そして僕はこちらも所属してますからね。でもまだこの新チームになってからまだ行けてないっていう。LDH フルスイングクラブ、これはでもなんかもう見た感じ当てれる気がする。ブルーハワイみたいなやつ。そうです。ブルーハワイベースのちょっと柑橘系の甘さに。なるほど。ココナッツをちょっと。あ、ココナッツの、はい、ありますね。パチパチキャンディーを入れて。あ、ほんとだ。にアイスも乗って、うわ、ずるいっすね、アイス乗してきて。まあ僕もこのチームなんですけど。うん、おいしい。夏にぴったし。いや、これは全部本当に違うから、一旦みんな飲んでみて、自分の好みを見つけて、みたいな方がいいかもしれないです。一番柑橘系で、なんか、すっきり、さっぱりしてるのがこれ。だから、ちょっと甘いのが苦手とか、暑い時そういうなんか柑橘系飲みたい時は、これがいいと思います。じゃあ皆さん、ぜひ、全部飲んでみてください。全部美味しい。まあでもこれをちょっと余分に多めに飲んでくれたら嬉しいです。うん。まあ